出馬を決意したのは自民党の桑名竜吾県議です高知市出身の59歳で中谷現衆院議員の秘書などを経て2007年県議に初当選議長や自民党県連幹事長を務めてきました時代を先取りをしてそして高知市に新しい風を吹かせたいそんな思いで出馬を決意したところでございます桑名県議は 来年4月までの4期目の任期は全うし、無所属で出馬する意向です。なお、岡崎市長は今日の会見で次の市長選について問われましたが、出馬するかどうか明言を避けました。